皆さん、こんにちは。2014年に公開された映画「渇き」のオーディションで発掘され、女優デビューを果たした小松菜奈さん。2021年に人気絶頂の最中、25歳の若さで同じく俳優の菅田将暉さんと結婚したことで世間に衝撃を与えました。今回はそんな小松菜奈さんの枕営業の噂や歴代彼氏菅田将暉さんとの結婚生活や妊娠、子供の噂のほか現在などについても迫りたいと思います。まず最初に枕営業の噂についてです。これは2018年4月に週刊誌が報じた内容がきっかけで浮上した噂のようです。その内容とは、資生堂社員の枕営業強要で、資生堂のグループ会社の男性社員が芸能事務所に所属するモデルの女性に資生堂の CM や広告への出演をちらつかせ性的な関係を迫っていたというもの。報道によると、この社員は、俺の力で資生堂の広告に出してあげる、お前なら小松菜奈くらいまでいけると言い、無理やり身体を触るなどしたそうで、過去にはモデルの水原希子さんが複数の男性が周囲にいる状況で上半身裸での写真撮影を強要されたと告白し、それが資生堂の広告だったことが特定されたこともあり、他にも被害者がいるはずだとネット上で騒ぎになり、資生堂の CM に起用されている小松菜奈さんが社員との関係を疑われているようですが、真偽は不明です。次に歴代彼氏についての噂です。小松菜奈さんの歴代彼氏として名前が挙がっているのは、伊藤健太郎さん、G ドラゴンさん、野田洋次郎さん、佐藤健さん、中島健人さん、福士蒼汰さん、新田真剣佑さんです。伊藤健太郎さんとは2014年に清水翔太さんの楽曲スノースマイルの MV で共演、恋人役を演じており、熱愛の噂があったようですが、この時伊藤健太郎さんはブレイクする前だったので大きな報道にはならなかったようです。しかし、伊藤健太郎さんが2020年にひき逃げで逮捕された後、素行や女性関係の問題が週刊誌で取り上げられ、過去に小松菜奈さんと交際していたことも暴露され、他の女性と交際している時に小松菜奈さんに会いたいとメッセージを送っていたことなども暴露されてしまったようです。 G ドラゴンさんとは2015年に日本で行われたパーティーで出会い、その後雑誌で共演した時に距離が縮まったとされています。交際が発覚したのは2016年、 G ドラゴンさんのインスタグラムの裏アカウントが乗っ取られ、ツーショット写真が流出したことが原因でした。しかし、この写真は捏造だという説も出ており、真相はわからないままです。野田洋次郎さんとは2016年にほぼ同じ時間に同じ画角から撮影したと思われる写真をそれぞれのインスタグラムに投稿され、匂わせとして話題になり、交際説が出ました。しかしその後、発売された雑誌の撮影中に撮った写真ということが判明、交際してるわけではなかったようです。佐藤健さん、中島健人さん、福士蒼汰さん、新田真剣佑さんの4人に関しては共演により交際の噂が出たようですが、写真や具体的なエピソードはなく、単なる噂という可能性が高いです。次は菅田将暉さんとの馴れ初めや結婚生活についてのエピソードを紹介します。二人の出会いは2016年に公開された映画ディストラクションベイビーズ。この映画では菅田将暉さんが小松菜奈さんに暴力を振るうシーンがあったため、小松菜奈さんは菅田将暉さんが演じたキャラクターや菅田将暉さん本人を嫌いになったと語っていましたが、一部報道によると菅田将暉さんはこの時一目惚れをしていたのだそうです。この時にはまだ交際はされておらず、二度目の共演溺れるナイフの時もまだ交際には至っていなかったそうです。二人が交際を始めたのは三度目の共演、2020年に公開された映画糸の撮影期間中だった2019年の秋頃だと言われており、菅田将暉さんが猛アプローチし小松菜奈さんを射止めたのだそうです。長い片思いを経て恋を実らせた菅田将暉さんは
あまりの嬉しさから友人とお祝いパーティーを開催したという報道もありました。その後約2年ほど交際し、2021年11月に結婚。2人の所属事務所がマスコミ各社へ連名のファックスで発表し、さらに小松菜奈さんはインスタグラムでも、いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様、たくさんの方々に支えられて今日という日を迎えられています、いつも本当にありがとうございますと感謝を述べ、出会った頃から変わらず私たちは戦友であり心の支えであり、これからは家族になります、人生を共に考え進んでいくこととっても楽しみですと、今後の結婚生活に期待を膨らませているような幸せあふれる文面で結婚を報告していました。当時菅田将暉さんは28歳、小松菜奈さんは25歳と年齢が若かったため、世間では驚きの声が上がりましたが、結婚を急いだ理由は、小松菜奈さんがモテるので菅田将暉さんが不安で早く結婚したがったからだそうです。人気絶頂だった時期の結婚だった2人は、結婚生活について注目されることが多いようで、番組などでたびたび結婚後のエピソードについて話しており、2022年2月に放送したバラエティ番組時をかけるで結婚生活について聞かれた小松菜奈さんは、結婚後に変わったことについて、人に料理を作るということをするようになったと答え、ナスとピーマンの肉詰めやロールキャベツなど得意料理を写真とともに紹介。ロールキャベツの作り方について、煮干しと鰹節と昆布を入れて夜な夜な作ったりと、菅田将暉さんのために夜な夜な手料理を作っていることを話していました。またナスの肉詰めについて、母親が昔からよく作ってくれた思い出の料理で、どの家庭でも普通だと思っていたものの、菅田将暉さんに話をした時には、え、何それ知らないと言われたという、新婚ならではの食の違いについてのエピソードも披露していました。菅田将暉さんも結婚生活について話題にすることがあり、さんまのまんま新春 SP では結婚したことで2人で堂々と出かけられるようになったと話し、近所の定食屋さん、カツ丼屋さんに2人で普通に行った時は感動しましたと語っていました。また家事ヤロウ100分スペシャルに出演した時には、結婚してから目につくものやる習慣というか、トイレ掃除とか洗濯洗ってくれて置かれてたら畳まなきゃっていうのはやるようになりましたと、小松菜奈さんとの結婚をきっかけに自身の生活に変化があったことも話していました。最後は小松菜奈さんの妊娠、子供の噂や現在についてです。2023年現在、小松菜奈さんは妊娠しておらず、二人の間に子供はいませんが、小松菜奈さんは過去に、子供は好きなのでなるべく早く欲しいと発言していたことがあるようなので、子供は望んでいると思われますが、2023年の3月には自身がアンバサダーを務めているシャネルのブランドショーに菅田将暉さんと共に参加し、 This is my husband と関係者に紹介する場面が取り沙汰され話題になるなど、現在でも精力的に活動されているようです。結婚から2年ほどが経過し、菅田将暉さんは30歳、小松菜奈さんは27歳ですので、妊娠報告という嬉しいニュースが聞ける日はそう遠くないかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。